ひろゆきさんは幽霊を信じますか。あ、この人賢いね。あの120円ってコメント書けないんですよ。なのであの名前だけ120円っていう表示になるんですけど、名前の欄にコメントを書くっていうので120円で質問するというテクニックを編み出したこの人は結構賢いと思う。で僕はね、幽霊信じないというか、いないというので大体説明はつくと思ってるんですけど、たまに説明つかない事態があって、で果たしてどうなのかなって思ってたりはします。